はい、えー、こんにちは、ポロです。今日はですね、チャンネルは完全特化にすべしという話をしていきます。このポッドキャストのですね、まあチャンネルを作るときに、まず最初に考えないといけないことはですね、まあどういったテーマで発信をするかということですけども、これが結構ね、えー、曖昧だと全然伸びないチャンネルになってしまう、まあ。よくあるのがですね、チャンネルタイトル、チャンネルコンセプトと実際のコンテンツが全然噛み合ってないみたいな。 まあそれは過去にも話をしたことがあると思うんですけど、ビジネス系のチャンネル、表向きはビジネスチャンネルなのに全然ビジネスの話は出てこないよね。っていうのはもう、もうリスナーもつかないですし、離れてきますし、ビジネスの話は聞きたくてね、再生してみたら全然関係のない話ばっかりだったってなっちゃうと、まあ当然固定リスナーみたいなのはつかないわけですね。 これはもう大前提として、チャンネルタイトル、チャンネルコンセプトと、自分の発信するコンテンツを完全に一致させるというのは大事なんですけど、じゃあこのテーマっていうところを考えたときに、どういうふうにね、していけばいいのかっていうのが今回の話です。で、ポッドキャストっていうのはですね、ちょっと他の媒体と、若干というかね、結構違うんですよね、考え方。例えば YouTube とポッドキャストを比較したときにですね、何が違うかっていうと、例えば YouTube とかだと、ね、え、その、 利用者が情報を探すときにですね、どちらかというと動画ベースでその情報を探してるわけですね。例えばブランディングならブランディングみたいな感じで打ち込んで、そのブランディングに関する動画が出てきたそれを見るみたいな感じで情報を探してるわけですね。 じゃあ、ポッドキャストはどうかっていうと、チャンネル単位で情報を探すことが多いわけです例えば、ブランディングについて知りたい人は、何か一本の特定のね、ブランディングのエピソードを聞くというよりも、もうブランディングにちょっか、特化したチャンネルがあったら、もうそれ聞きますみたいな感じなんですね。 僕自身も新しいチャンネルを探すときっていうのはね、そんな感じで調べてるんですね。例えばストーリーだったらストーリーマーケティングとかストーリーテリングとかでね、検索して、で、ストーリーマーケティング、ストーリーテリングみたいなチャンネルが見つかったらそれフォローするし、ブランディングだったらブランディングって打ち込んで、ブランディングっていうね、タイトルが出てきたらそれフォローする。というのはもうそういうふうにチャンネル名が付いているか、まあそれにまつわるような情報発信をしてるんだろうなっていうのが、まあ一目でわかるからですね。 で、たまにまあ、その内容は噛み合ってないものがあるんで、まあ、それはちょっとまあ困るなって感じですけど、そういうような感じで、その情報の探し方が YouTube とかとは違うわけですね。YouTube はどっちかというとコンテンツベースで探す。でもこの、ポッドキャストっていうのは一つのチャンネルとしてね、深く学びたいみたいな感じ。その一本のエピソードを聞いて、それで満足っていう人は、まあ、どちらかというと少ないんじゃないかなと。やっぱりその一回聞いただけではね、あんまりこう、まあ、身につかないというか、ですし、 そういう何かですね、特定の情報を、まあ、さらっと知りたい場合っていうのは、あえてポッドキャストで聞く理由みたいなもんってないと思うんですね。別にネットで検索すれば見つかるし、それこそ YouTube とか Google とかね、そういうところで検索すれば、その欲しい情報っていうのは見つかるはずなので、あえてポッドキャストで何分間もずっと聞いてるっていう必要性がないと思うんですよ。そうじゃなくて、その全体として、聞き続けて、そのチャンネルをね、 配信されるエピソードを聞き続けて、こういう風になりたいみたいな、そういうものがあるから聞くと思うんですよ。となるとですよ、そのチャンネルがどういうチャンネルなのかっていうのが、はっきりしていないと、ね、なかなかそういった新しい新規リスナーの獲得が難しいということです。で、ここでポイントになってくるのが、どこまで特化するのかってことですね。だからさっきの僕の例で言うと、実際、 検索したのだと、例えばストーリーマーケティング、ストーリーテリングとか、まあブランディングとかね、あとポッドキャスティングですね。ポッドキャストにまつわるような、まあチャンネルを探していて、ポッドキャスティングみたいな感じで検索したりとかね、してるわけですね。で、それで見つかりましたってなったら、ね、それフォローするわけじゃないですか。とりあえず聞か,な聞かずに、もうポッドキャスティングチャンネルだっていうのは分かったら、とりあえずフォローするわけですね。後で聞こうみたいな感じでなるから。だからこの、 チャンネルもパワーポッドキャストの作り方っていう風にね、タイトルをつけてますけど、おそらくタイトルを見ただけであ、まあ、ポッドキャスト配信にまつわるような、まあ、ことを発信してるチャンネルなんだなってわかると思うんです。これが仮にコンテンツマーケティングとかってね、なってたら、まあ、ポッドキャストにまつわるような情報を発信してるかっていうのは一目でわからないと思うんです。コンテンツマーケティングの中にはポッドキャスティングっていうのね、含まれているから、 当然そこでもポッドキャストにまつわるような話はしてるわけですけど、でもそれではね、えー、伝わらないというか、わからないわけですね。だから、ポッドキャスト配信に関する情報、例えば、もっとポッドキャストをね、伸ばしたいとか、ね、ポッドキャストこれから始めたいけど、どうしたらいいかわかんないとかね、ポッドキャストの有効活用とか、どうやって集客してどうやってね、セールスにつなげるのかとか、まあそういう情報とかね、こう、ツールを知りたいとか。 そういうより深い情報を知りたい人っていうのは、やっぱりポッドキャストに特化したチャンネルみたいなものを聞くと思うんですね。そこにこう、なんていうんですかね。興味があるから。だから、ポッドキャストとかっていう、こうフレーズに反応するわけですよ。これは、覚えておいた方がよくて、まあ、キーワードっていうのは必ずしもその検索エンジン対策だけではないんですね。そのユーザー自身の目に留まりやすいってのがあるわけです。自分の興味あることっていうのはね、 その文字情報が入ってきただけでパッと目が止まるんですね。マーケティングに興味のある人はマーケティングっていう文字が書いてあったらパッと目が止まるんですよ。ダイエットに興味のある人はダイエットっていう言葉が出てきたら目が止まるんですね。だからそのキーワードリサーチとかそういう SEO 対策っていうのは単純に、ね、検索エンジンで上位取るっていうだけじゃなくてそういうキーワードが入っていることによってその人がこうね、興味をしましてパッと見てくれると。だからポッドキャスト配信に興味のあるような 人たちであればですね、このチャンネル名、パワーポッドキャストの作り方って見た瞬間にちょっと目が止まると思うんですね。ポッドキャストのことについて知りたいから。で、フォローするかどうか聞いてから決めたいとかね、するとは思うんですけど、少なくとも、まあ、ポッドキャストに関す,る関する発信をしてるんだなっていうことがわかるわけです。だから、あえて僕がメインチャンネルから切り離したっていうのはそういうことですね。メインチャンネルでも今までは、ポッドキャストに、ね、関するような話も してきたんですけど、よりそのまあ、ポッドキャスター向けというか、まあそういうような人たちを集客したいなというふうに思ったので、あえて切り離したわけですね。別にその発信するだけだったら、メインチャンネルのね、こと足りていたわけだし、切り離さない方がね、こう、チャンネルを2つ作るってことは発信量が倍になるんで、まあ手間とかね、まあアイデア出しとかも全部倍になっていく。だから負担が増えるわけですよ。 でもそれでもあえて切り離したっていうのはそのポッドキャストに興味のある人たちにリーチしたかったからっていうのがあるわけですね。だそれはまさにその相手の行動心理をついているというか、さっきみたいに、ね、ブランディングに興味のある人はブランディングとかで検索するわけです。で、そこにブランディングチャンネルみたいなのが出てきたら、まあ、高確率で見に来るわけですね。だそういう相手の行動心理というかを、をまあちゃんと読んで、 どういう風うにすれば相手が自分のチャンネルに興味を示してくれるのかってことを考えた上でタイトルを付ける。で、タイトルイコール、まあ、チャンネルのコンセプトですから、どういうコンセプトのチャンネルなのかっていうのが、しっかりとね、明確に伝わるっていうのはすごく大,大事かなと思います。なので、この絞り込みの範囲っていうのも考えた方がよくて、ね、ビジネスってくくりよりもね、マーケティングってくくりの方がよりこうね、具体的ですし、マーケティングよりも、例えばコンテンツマーケティングの方がね、具体的だし、 コンテンツマーケティングよりも、ポッドキャストとか、ポッドキャスティングの方が、より具体的なわけですね。そういうふうにしていくと、より選ばれやすくなる。もちろん、その、絶対的な母数は減りますよ。絞れば絞るほど、対象者が減っていくので、母数は減るんですけど、その分、濃いお客さんが集客できると。だこう、絞り込み、まあ、ファネルっていうじゃないですか、ね。情報の形しているもの。だコーヒーのフィルターとかね。まあ、そういったものを、こう、イメージしてもらっても分かると思うんですけど、ああいう、まあ、いわゆる、ろ過するみたいなね。絞るっていうことをすると、本当に何て言うんですかね。 ま、綺麗な水が出てくるというか、上流するという理科の実験とかであったじゃないですか、なんかこう。ああいうのをイメージしまったら分かると思うんですけど、絞れば絞るほど、本当にこう、ね、厳選されたというか、この絞られた綺麗な水だけが出てくると。ま、そんなイメージですよね。だからより、絞れば絞るほど、ピンポイントな、リスナーピンポイントな見込み客だけが集まってくる。それを広げれば、対象者は増えるけども、全然こう、 違う人が聞きに来たりとかしてしまったりするんで、絞るっていうのはそういう意味でもすごく、ある意味効率がいいわけですね。本当にそれを知りたい、聞きたい。まあ自分が狙っている人たちだけを集めることができるっていうね。えー、そういうことがあるので、えー、まあ非常に有効かなと思います。ただデメリットとしては、まあその対象者が減るっていうのと、ニッチにすればするほど。まあこう細分化すればするほどネタに困るみたいなね。 あんまりネタがない。広げられないですからね、なかなか。だから結構ネタに苦慮したりとかね。僕もこのセカンドチャンネルの方はもう、ポッドキャストとか、音声配信、まあ、オーディオブックとかもそうですけど、音声配信に特化したようなチャンネルにしてるんで、やっぱりメインチャンネルよりは、そのネタ出しっていうのにね、結構困ったりするわけですよね。まあ、そういった点において、結構、まあ、デメリットも当然あるわけですけど、もし自分のやっているビジネスが、もうある程度明確になっていて、 ね、決まってるんであれば、あえてこういう具体的に特化したチャンネルにしていくっていうふうにすることによって、自分の、ま、狙っているターゲットにリーチすることができるということです。